あの人の現在。元日向坂46の井口真央さんですが、現在は卒業されていますね。その卒業理由はスキャンダルが原因と言われていますが、真相はどうなのでしょうか。スキャンダルが発覚し、2019年に活動自粛をした井口真央さん。その後、2020年2月12日に日向坂46を卒業することを発表しました。卒業後は一般企業に就職希望ということでしたが、今でも芸能活動を続けています。フリーのタレントとして活動していますが、インスタも開設し、 YouTube チャンネルも立ち上げていますからね。しかし就職すると言ったのは嘘でなく、実際 SNS マーケティングの会社で働いていたそうです。インスタでは会社で働いている様子や会社の人たちとゴルフに行った様子などもアップしていましたからね。しかし会社から営業 OL として戦力外通告を受けたということ、どうやら仕事が全然できていなかったようですね。取引先とのウェブ会議で居眠り、ミーティングに二日酔いで来る、指導されてもすぐに忘れる、以上のようなことが続き、まあクビになったということなのでしょう。それでも会社は井口さんに部署を作ってくれ、 YouTube で100万人を目指していたそうですが、2021年7月には OL を辞めたことを告白していました。やはり芸能界で生きていくのが一番良かったということで、芸能活動をしているというのが現状です。そんな井口さんのプライベートですが、2022年1月17日にインスタで一般男性と結婚したことを発表されました。スピード結婚ということで、スキャンダル報道された俳優の石原由依人さんではなかったみたいですね。恋愛体質ということで、結婚して落ち着けば問題ないと思いますけどね。スピード結婚ということで出来婚かとも思いましたが、妊娠したという話もありません。どんな結婚相手なのかは気になりますが、一般人ということで情報はありませんね。日向坂46のメンバーでは結婚第一号ということですが、末永く幸せにという思いがあります。スピード結婚したけどスピード離婚っていうのはファンも望んでいないでしょうしね。というか、2022年12月24日に第一子女児を出産していますし、幸せな家庭を築いているのでしょう。これからは子育てがメインってことになるのでしょうね。今後はママタレとして活動していきそうです。最後までご覧いただきありがとうございました。